こんばんは、宮沢です。今日もジム・ロジャースのインタビューの続きをお話ししていきます。前回はシェールガスのお話をしましたけども、今回は、ヨーロッパとロシアとアジアの話ですね。もうジム・ロジャースがしています。前回の続きから読んでいきます。クリス・マーティンソン、そのチーム As we turn our attention toEurope, obviously, I am almost tired of analyzing what Greece may or may not do. It is rumor day. But do you have a point of view on where Greece is headed and some of this might stand out? ヨーロッパのことを教えてくださいと、ジム・ロジャースに聞いてますね。で、ギリシア問題ですね。ギリシア問題についても分析するのは疲れちゃってるんですけども、毎日噂が飛び交ってると。ギリシア問題についてどういう視点で見ればいいのか教えてくださいということですね。で、ジム・ロジャースです。Well, first I'll tell you what should happen. What would be best for Greece and the world?What would be best would be if Greece went ahead and went bankrupt and defaulted on its loans, because they can never pay them off no matter how much phony bookkeeping or sleight of hand you want to use. 最初に言わなきゃいけないのは何が起こったら起こるだろうかということです。そうですね。で、ギリシアにとって何がベストなのか、どうしたらベストなのか、世界にとってベストなのかということですと。で、まあ、ギリシア問題というのは今、ギリシアが債務、デフォルトに陥りそうになってるんですね。で、デフォルトというのはギリシア国債が、紙切れになりそうになってると。まあ、ヨーロッパからお金借りてるんですけど、ヨーロッパという EU からですね、ギリシアが。EU や IMF っていう世界銀行ですね。お金を借りてるんですけども、返せないって言ってるんですね。で、返せないんだったら、返せるようにせいやって言って圧力かけられてるんですね。で、返せるようにするってどういうことかっていうと、国の借金が、かも返すために、まあ、公務員のリストラと年金、支給年齢の引き上げを行うってことですね。日本ももし、日本国債がデフォルトしたら何が起こるかって、まず何が起こるかってギリシアのことを見てわかるんですけども、まず公務員リストラするって話なんですね。税金削減のため、手っ取り早い話として。公務員を3分の1にするとか、急にやるわけですね。で、あるいは、年金をもう75歳からしかもらえないとか言うってことですね。で、日本でそうなる可能性っていうのは僕はわからないんですけど、もしかしたら10年後、20年後にそういうことは起こりうる可能性はあると僕は思ってるんですけども、まあずっと言われてるんですけどね、絶対そうならないって言ってる人たちもいるんで、なんとも言えないんですけども、ギリシアはもう今もうそうなってるんですね。で、オーステリティって緊縮財政をやれと EU に言われてるんですけども、ヨーロッパ、連合ですね。そこに加盟してますんで。だけど、ギリシアの市民はですね、国民は嫌だって言ってですね、そんな年金受給がの年齢が上がったら生きていかんないし、公務員はリストラされても働けないと。転職、職がないから、辞めさせられても困ると。失業しちゃうって言ってですね、反対して国民投票やったら、緊縮財政反対派が勝っちゃったんですね、先月末、6月末に。そういうことが起こってんです、今。で、まだその国民投票やる前の6月20日のインタビューなんで。で、これから何が起こるかと、何がギリシアにとってベストか、お話しすると。で、私が思うに、ギリシアにとって一番いいのは、破綻することだと、デフォルトしちゃえばいいんだと。債務ぶん投げればいいと。借りた金返せませんって言って、破産してしまえと言ってるんですね。で、いくら頑張ってって払えないし、もう、帳簿の付け方もよく分かってないような国だから、そこまで言ってないが、
フォニーブックキーピング、もう帳簿もおかしくなってるし、スレイトオブハンド、手品というか小手先の騙ししかできないんだから、もう破綻しましたと、国家破産したってことで万歳で手を挙げてしまいなさいって言ってるんですね。So it is impossible. They should just go ahead and go bankrupt. I would not leave the euro if I were Greece. で、破綻するのは、今のところ不可能だと。だけど、彼らは破綻した方が良いと。破綻するだろうと。で、破綻、私がもし、ギリシアの立場だったら、ユーロに残るって言ってますね。ユーロ離脱するか、ユーロに残るかも揉めてんですね。もうなんか、緊縮財政やれって文句言うなら、ユーロ圏出てやるぞって、ギリシアの一部の人は言ってるんですけど、加入する規定はあっても出てく規定がないっていうですね、のが言う、EU なんですね。だから、なんですかね、暴力団で言えば、杯交わして暴力団に入ることはできても、出るときは死んだときしか出れないみたいな、そういう形になっちゃってるんですね。そこまで、その例えはおかしいかもしれないですけど、出る規定がないですね。出てくための、離脱するための規定が。だから出れないんですね。出れないんだから、いた方がいいと。私もギリシアの立場だったらずっとユーロ圏に留まると言ってます。That would make it even worse for Greece. They should go bankrupt, stay in the euro, and default on their loans. そうですね。で、ギリシアにとっては、EU にとどまることはより悪いことだと。今後もなんか、混乱に陥ってるだろうけれども、でも結局は、バンクラプトするだろうと、破産するだろうと。破産しながらも EU にとどまるだろうと。で、借金を帳消しにしてもらうだろうと、予想してますね。実際にこうなる感じになってきてますね。ぐずぐず言いながら、何もやんないで、ふてくされた状態で居続けるっていう感じで、やってますね。今、アメリカ、ギリシアの与党のシリザのチプラス首相って、まだ40歳の首相がやってるんですけどね、若い兄ちゃんが。開き直ってますね。もう借金返せねえんだから、国民になって緊縮財政も嫌だと。言ってるぜって言ってですね、借金帳消しにしてくれよって言ってですね、メルケル、ドイツの首相に頼んでますね。頼んでるけど、ドイツ国民は怒ってるんですね。そんなもう、なんでギリシアの借金をドイツ人が肩代わりしなきゃいけないんだって言って。そういうことになってます。続きです。They may go thrown out if they default on their loan. But Chris, you know many American states have gone bankrupt in our history. They didn't get thrown out of the US. Many countries, many cities.It's not the end of the world.彼らは、デフォルトして債務帳消しにしたとしても、出ていかないだろうと。ユーロから投げ出されたりはしないだろうと。で、アメリカ合衆国だって、かつて長い、長くもない歴史の中でですね、破綻っていうのは起こってきたと。世界恐慌の時とかあるわけですね。世界恐慌の前もあるんでしょうけど。だけど、アメリカ合衆国のいかなる州もですね、都市も、アメリカ合衆国から出てこなかったと。で、まだ世界の終わりじゃないと。そうですね。で、You don't have to leave just because you go bankrupt.破綻したっていう理由によって、ユーロ圏から離れていくのは、離れていくべきじゃないって言ってるんですね。That would be the best solution.
Will that happen? Probably not. I'm sure something is going to come along to make everybody say things are okay. まあ、破産しながらユーロ圏にとどまるのが、一番いい解決方法だろうと。で、これは起こるのだろうかと。もしかしたら起こんないかもしれないと。だけども、みんなが納得する形で、事態が進んでいくことは確信してますと。ですね。One situation is Greece, the center of Orthodox Church in, is in Greece. The Russian are also Orthodox, who know? Putin is doing all sorts of things with the church these days. まあ、一つのギリシャの特徴があると、一つの状況があると、それはですね、ギリシャ正教徒なんですね。正教徒っていうことは、他の EU 諸国は、カトリックかプロテスタントなんですね。なんですよ、ギリシャはオーソドキシー、ギリシャ正教だと。で、同じ正教なのはロシア正教なんですね。ラシアン、アオールソ・オーソドックス。ってことは、ギリシア正教の流れを組んだロシア正教だと、宗教的にはロシアに近いんですね。だから、プーチンは、最近は、教会のためだったら何でもしてると、教会っていうのはロシアの中においてですね、政治勢力になってきてるんですね。ロシア人って、まあ、基本的に、まあ、ロシア正教の人が多いんでしょうけど、多いっていうのは、その、ソ連崩壊後ですよ。ソ連があった頃は、その、ソ連っていうのは、宗教を認めない国だったんで、共産主義の国なんで、あらゆる宗教を乗り越えたのが共産主義なんで、ロシア正教っていうのは弾圧されてきたんですけども、今、ロシア正教っていうのは、まあ、プーチンもロシア正教と、まあ、政治勢力の生まれてきたロシア正教と、まあ、結託してる部分もあると。まあ、プーチン自身がロシア正教徒なんですね、これ。で、同じく正教徒であるギリシアに、まあ、助け舟を出そうとしてるところはあるんですね。ただ、ヨーロッパの人たちが、あとネイトですね、その、大西洋、条約機構ですかね、その、そういう国はロシアと敵対してますんで、ギリシアとロシアが手を組むのは嫌がってるんですけども、宗教的には密接であると、ヨーロッパよりむしろギリシア、ロシアに近いと。で、プーチン is going to rise to the rescue of Greeks. It will make him look good. It will poke the Americans and Europeans in the eye.プーチンにとっては、プーチンはギリシア救済に乗り出すかもしれないと。で、それは彼にとっていい好都合なことかもしれないし、アメリカ人やヨーロッパ人は、目くらましを受けると。だろうと。まあ、困惑するだろうと。まあ、ロシアとギリシアが手を組めばですね。Who knows what may come out? I suspect something will come up which will make everybody say things are okay even though they are not. まあこれから何が起こるかですね。誰もわかんないと。私もよくわかんないんですけども、全く状況が悪くなって良くないことになったとしても、まあ、なんとか丸く収まっていくんじゃないかと、思ってますって言ってんですね。まあ、なんか、何か起こると。何が起こって、まあ、最終的にはいい方向に行くんじゃないかと、言ってますね。この、I suspect something will come up.まあ、言葉を濁してんですね、これ。だから、もしかしたら、まあ、もしかしたらってこの前に言ってるんですけど、アメリカの市場の方が、まあ、やばいって言ってるんですね。あと1年以内、1年半以内ぐらいに、アメリカの方がまずいって、この
インタビューの冒頭で言ってるんで、そっちが起こってしまえば、これギリシャ問題なんてどうでもよくなっちゃうぐらいのインパクトがあるんで、結局どうでもいいじゃねえかって思ってる節がここに書いてありますね。で、グリス・マーティンソンです。If Greece does default, as far as I understand, nearly the debt has been sequestered in the ECB, so it is just an explosion on the central bank balance sheet, which is not really a market moving event, is it?、もしギリシアがデフォルトしたら、まあ、ECB の中にあるギリシアのその債権分ですねっていうのは爆発したと、爆発するっていうか、そのギリシア国債 ECB ってヨーロッパ中央銀行ですね、そこが持ってるギリシア国債は紙くずになっちゃうわけですね。で、バランスシート対策対処法おかしくなっちゃうと。で、これによってなんかイベントが起こるんじゃないかと。どうなるんですかと聞いてます。で、ジム・ロイダースです。Yes, it will have, it will move to market, I assure you. At least for an hour, if not for a week. It will have some effect because many people will panic. まあ、それは市場を直撃するでしょうと。で、もう1時間、そんなことが起こればいい。まあ、デフォルトが起こればもう1時間でもう市場がおかしくなると、1週間もかかんないと、でみんなパニックになるだろうと、Somebody is going to lose no matter what happens. Greece is very very small economy in the world context, very small in Europe, very small even in a Euro context, tiny, teeny.But it will make headline and it will cause some dislocation in market for a while. ギリシアってのはギリシアがデフォルトすればですね、何が起こっても、まあ人々は財産を失うと。で、まあ、ギリシアってとってもちっちゃいんですね。ギリシアが払えない債務なんて新国立競技場建設費ぐらいなもんなんですね。6月30日まで払うとか払わないとかもめてたものにしちゃって、日本の国立競技場建てるぐらいの金額だと、まあ、ちっちゃいわけですね。だ、国家予算だって大したことないと思いますね。多分横浜神奈川とかと同じぐらいしかないんでしょうけど、ちっちゃいんだけども、世界的に見ればちっちゃいし、ヨーロッパの中でもちっちゃいけども、だけどそこがデフォルトすることによって、まあ、市場経済ってのはすごい打撃を受けるって言ってるんですね。で、クリス・マーティンソン。Now you brought up Russia and I have been intrigued by watching Russia going under sanction and things going quiet a little bit.Do you have a sense, is Russia going to be brought back into the fold, or do you think this coldness is going to persist for a while? まあ、私はすごい今日ロシアが、まあ、今経済制裁に合ってることに関して、まあ、興味があると。ロシアは今ウクライナ問題でヨーロッパとアメリカから経済制裁を受けてですね。まあ、クリミア問題、クリミア自治州が、その、ロシアに併合されてったっていうのはあるんで、その後の、なんか、親ロシア派っていう人が出てきて、内戦状態になっちゃってるわけですね。で、それがロシアを応援してんじゃないかって言われて、サンクション、これ、経済制裁を受けてるってことですね。で、今のところその経済制裁、まあ、小競り合いは、紛争は起こって、たくさん人は亡くなってるんです、多分3000人、4000人。ウクライナで。だけど、まあ、今のところは、その、停戦、シーズファイアっていうんですかね、停戦も行ったりして、なんとか、表面上は、あんまり揉めたり揉めなかったりしてるんですけど、まあ、ロシアっていうのが、
ヨーロッパの問題に関わってくんじゃないかと、関与してくんじゃないかと。それか、今のその冷戦状態っていうか、まあ、ヨーロッパとロシアが睨み合ってる状態っていうのは、今後もしばらく続くんでしょうかと。クリス・マーティンソンが、ジム・ロジャースに聞いてます。ジム・ロジャース、 I am buying Russia. I am bullish on Russia at this point. 私はもうロシアは買いですと。ロシアに対してはブーリッシュ、強気ですと。今買いますしてるぐらい、ロシアの、まあ、株なんかは買ってないと思うんですけど、なんかロシアに関する投資商品は今は買いますしてますよって言ってんですね。もう中国もロシアも買いだってんですよ。だから日本株も買いだと。日本の円は買わないけど、日本株は買いだと。これはジム・ロジャースの立場ですね。で、Will it be brought back into the fold? Not at the moment. There are some bureaucrats in Washington. They called the lady on the telephone plotting for the illegal coup in Russia in the Ukraine. これすごいこと語ってるんですけど、まあ、今のところロシアが、まあ、世界経済の中に、で、中心的な役割を果たしてくることはないかもしれないけども、それはアメリカ次第だってことですね。ワシントン次第だと。ワシントンの官僚、ビューロクラットインワシントン次第だってことですね。で、こいつら何をやってるかっていうと、アメリカの官僚がですね、電話で指令する女性たちを雇ってると。で、彼女たちは、ロシアやウクライナで違法的なクーデターをやらせようとしてる人たちだって言ってるんですね。もうはっきり言っちゃってるんですが、これ、ビクトリア・ヌーランドっていう、国務省かな、なんか女性がいるんですね。まあ、この人は、ウクライナですのクーデターを裏で指揮してる人たちがいると。まあ、ヒラリー、今、大統領選に出てるヒラリーとかですね、ビクトリア、その、お仲間であるビクトリア・ヌーランドって人たちが、ロシアとかウクライナの紛争の裏を、裏というか、裏で操ってると。それワシントンがやってんだと。まあ、はっきり言っちゃってますけどね、ジム・ロジャースが。名前は挙げてないですけどね。で、まあ、それがどうなるか次第で、ロシアの出方も違うだろうって言ってるんですね。で、So she and her friends obviously have an axe to grind to make sure that Russia is still a bad guy。彼女たち、まあ、ヒラリーとビクトリア・ヌーランドですね、っていうのは、斧を研いでると。で、ロシア、悪いロシアのバッドガイっていうのはプーチンのことなんですけど、こいつを叩きのめそうとしてると斧で。で、今用意してるんだと。はっきり書いてますけど。I don't think you are going to see anything solved anytime soon with the US and the West。 だから、すぐになんか決着をつくっていうのはないだろうと。西側諸国にとってもアメリカにとってもですね。まあ、ウクライナ問題が横たわってんで、まあ、ロシアも今んところはじっとしてると、静かにしてるということですね。で、なんかやろうと思えば、ウクライナに焚きつけてですね、西側とロシアの対立を煽るんで、まあもうその結果として経済制裁もやられてるんですけど、まあプーチンは2年で終わるって言ってるんですね。経済制裁されても2年国民に我慢しろって言って、我慢すれば良くなるからって言ってですね、確信を持って言って、で、国民の支持も高いんですね。8割以上あるらしいんですね。で、オバマ大統領は、ワシントンにいるビューロクラットとは仲が良くないんですね。で、外交の問題、オバマは、超ハト派なんで。でも、タガ派の人たちがいいんですね。それはヒラリーとかビクトリア・ヌーランドって人たちですね。今、対立してるんですね。こんなことをジム・ロジャースも言ってるんですね。で、続きです。It is bad for the US. It is bad for the West. Many Western companies, European companies are already suffering because of the sanction。アメリカも西側諸国も、まあ、そこの国々の企業もですね、
まあ、ロシアへの経済制裁で非常に不利益を被ってると。Certainly suffering as much as the Russian is not more。ロシア人が困るより、逆に経済制裁してるヨーロッパの方が困ってるってことですね。天然ガスが入ってこなかったりするんですね。ウクライナを取ってるパイプラインがあるんで、それを止めたりしてると大変なわけですね。ヨーロッパの国々には資源が入ってこないんで。で、Worse still, Chris is we are now driving the Russia and the Asia together and Iranian and everybody else. Yes, it is a temporary blow to Russian, but unfortunately, in the long term, it is going to make Russia stronger because they are going to even tighter with the Chinese, the Iranian, and any other Asian countries. That cannot be good for the US. もっと悪いことに、今、ロシアはアジア諸国と、いや、イランとですね、急接近に近づいてると、接近してると。で、ロシアの方に風が吹いてると。不幸なことに。で、ロシアは、どんどん強くなっていくと。なぜならですね、ロシアは中国やイランや他のアジアの諸国と、連携を強めてるって言うんですね。それは一番よくわかんない、まあ、AIIB の問題とか、まあ、BRICS の問題ですね。ロシアと中国、中ロで、今結託して、アメリカの通貨基軸のドルを排除した石油の決済とかやり始めてるってことですね。それはアメリカにとって良くないことなんですね。で、そういう動きがどんどん強まってきてると。何も起こってないようでいて、全部ロシアに利する形になってるということですね。で、グリス・マーティンソンです。I agree, it was an amazing pivot that Russia did after being annexed and pushed away by the US trying to isolate it. 私も同意しますと。まあ、ロシアが、アメリカがロシアを孤立させようとするほどですね、まあ、アジアの方に近づいて、ユーラシア同盟を作ろうとしていると。まあ、中国とロシアを中心に、新ユーラシア主義みたいなものが生まれてきているということですね。これはアメリカの誤算だと。で、Seeing the gas deal that Russia struck with China extraordinary 400 billion, 38 billion cubic meter, just an astonishing set of figure on that. 今、中国とロシアは、まあ、天然ガスですごい大きな契約をまとめたんですね、去年だか。で、それもドルを使わない決済をしてると。で、すごい金額が動いてるってことですね。まあ、中国がすごい、まあ、ロシアが経済制裁を受けて、ヨーロッパに天然ガス売れない分、まあ、中国がすげえ買い叩いてるらしいんですけどね。もうほとんど原価みたいな値段で天然ガス、ロシアから買ってるらしいんですけどね。で、Then they struck the second deal. And now we have China looking to lay claim to what they hope are hydrocarbon resources in the South China Sea with a splattery island deal. 今ですね、中国が、まあ、南シナ海のスプラトリアン、アイ、アイランド、南沙諸島ですね、南沙諸島に天然ガス資源が出ると。で、そこの南沙諸島の領有権を主張し始めたってことですね。で、United States are poking at China on this。アメリカはそこに釘を刺してるんですね。China is seeing to be pretty firm about this. Do you think China is going to strike its gun and lay claim to those islands?
Why is there room for negotiation here? で、中国は南沙諸島の領有権に関して自国が正しい、正当だったことをですね、すごい主張してると。で、あなたは、まあ、こう、紛争になると思いますかと、ジム・ロイダースに聞いてですね、で、まだ交渉の余地あると思いますかって言ってですね、もう結構強硬なことをやってるわけですよ。だから漁船を拿捕したりもしてるんでしょうけど、まあ、ベトナムとかですね、フィリピンの。で、アメリカも散々、まあ、警告を与えてるんですね。で、このまま行くと、どうなっていくんだって、日本も集団的自衛権行使して、南沙諸島の領有権めぐって、紛争に連れ出されるかもしれない状態になってですね。そんなこと言ってるんですね、クリス・マーティンソンは。で、ジム・ロージャス。Well, lay claim, Chris, if you go back and look at old map, Rand McNally is the quintessential American company. Rand McNally map from like 1947 shows the Spratly Island as part of China. We are doing a little revision of history here all of a sudden in the US.まあ、中国は領有権、南沙諸島の領有権を主張してますね、と、クリス。で、古い地図を見てもらえばわかると。で、典型的なその地図会社、日本では、なんですかね、国土地理院だかなんか、前輪だかよくわかんないですけど、そういうアメリカの地図会社の古い地図、1947年の地図を見てもらってもわかるけど、南沙諸島っていうのは、ほら、中国のもんだと。だけど、アメリカが最近突然、歴史修正を行って、中国のもんじゃないって言い出したと。で、南沙諸島問題には根本にアメリカと中国の対立があるってことですね。で、Get out some old map, old American map, not old Chinese map, old American map, and you will see the Spratlys are always considered part of China. む昔のアメリカの地図、中国の地図じゃなくてアメリカの地図を見てみても、スプラットリーアイランド、南沙諸島っていうのは中国の領土だと考えられてきたと。で、Why America is doing all of this? I have no clue other than maybe we think that we should control the world and everybody should jump up. We have a lot of bureaucrats in Washington who needs something to do, needs to make themselves important. どういうことかというと、なぜそんな中国の領土である南沙諸島に対してアメリカが地図を書き換えて、所有権が、領土権がないようにしてんのかと。これはですね、私はなぜかは手がかりはわからないけども、おそらくとしか言えないけれども、アメリカの世界管理、それはワシントンの官僚たちがやってる世界管理の中でですね、こうそうせざるを得なかったからだと。で、アメリカの 官僚たちの生き残りのためにもですね、こんなことやんなきゃいけなかったと。まあ、これは日本の尖閣諸島の問題もそうなんですけどね、北方領土の問題も。アメリカの世界管理の一環としてある問題なんですね。領土紛争を埋め込んで、ディバイアンドコンカーって言うんですけど、分断統治するためにですね、お互い東アジアを仲良くさせないために、まあ、中東でもやってますけどね、イランとイラクを仲良くさせないために、イランとイラクを戦争させるとか、もうずっとやってるわけですね。で、そういう計画を立ててきたと、ワシントンのビューロクラットたちは。まあ、この、どういうことを考えてるか、一番よくわかんないのは、スクビニ・ブレジンスキーっていう人が書いた、グランド・チェス・ボートっていう本ありますけども、まあ、まあ、地政学ってなんですね、ジオポリティクスっていうのは。で、アメリカというのは世界管理するために、いろいろ政策立ててるんですね、世界中で。で、一応その中東、イランの封じ込めとかですね、
中国の封じ込めとかロシアの封じ込めとかそれぞれにやってるんですね。で、計画立案してるのはそのワシントンの官僚たちだと。で、彼らは世界管理のために南沙諸島の領有権っていうのは急にある日変えたと。で、それに対して中国と周辺諸国が揉めるようにですね、してるんだってことですね。で、尖閣諸島もそうなんですけどね。北方領土もそうなんですけど、なぜ白黒はっきりつかないかっていうのは、まあ、もともとは日本を反共防波堤にするためだったんですけども、まあ、そういう問題が今もくすぶっていると。南沙諸島もそうだということですね。I know China is not going to give in. They have been around a few thousand years. They are firmly convinced, partly because of American map, that splattery are theirs.中国人は決して諦めないと、手放したりしないと南沙諸島、何千年も南沙諸島は中華圏にあったってことですね。だからアメリカのが勝手に地図書き換えて南沙諸島にの領有権がないって言ってるだけだって、まあ、中国が思ってるということですね。まあ日本のメディアを見ると南沙諸島まで出しゃばってる中国の脅威だと、まあそれは尖閣諸島もそうだって、日本のメディアは言うんですけども、自分ロジャースから見ればアメリカが自分で仕組んでことを荒立ててるだけじゃねえかっていうんですね。アメリカ人はこうやって見てんですね。日本でこういうことは日本人が言うともうすごい勢いで文句言われるんですけどね。まあ、これ自分ロジャースが言ってんでね、僕が言ってることじゃないですからね、僕が言っていることじゃないですからって言い訳しないと怒る人いるんで、本当に愛国心がないのかとか言われちゃって困るわけですけどね。で、続きです。I would hate to see us all go to war and do something foolish over the few rocks on the middle of the ocean, whether it's with the Koreans and the Japanese or Chinese. 私はもう見たくないと。見るのも嫌だと。戦争になるのは。で、もう、2、3個の岩をめぐってですね、ちっちゃな島をめぐってですね、韓国や日本や中国が戦争しようとしてるのは見たくないって、もう、ジムロイダスが言ってんですよ、ここで。でも、そういうことを焚き付けてるわけですね、アメリカが。アメリカかっていうと、ワシントンの官僚たちが、戦略研究家たちがそういうことを焚き付けてると。で、その、テスタである日本の新聞社、新聞、テレビ、マスコミ、各位がですね、騒いでるから、騒いちゃってるっていうことになってですね。なってんですよ。世界的な投資家から見ればこう見えてんですよ。もう、からくりは分かってんぞと。They are all fighting over some rock in the water. It is a shame somebody cannot sit down and sort of divide it up and say,God, there's no sense spending billions of dollars on tanks and planes and killing thousands of millions of people. まあ、韓国人も中国人も日本人もいくつかのちっちゃな岩盤っていうか、ちっちゃな島、水の中の島をめぐってですね、戦争しようとしてると。でも、恥ずべきことだと。じっとしてられないのは恥ずべきことだと。で、もう神様はやめてくださいと。もうこんなことで何百ドルって使ってですね、戦車やら、戦闘機やらですね、出して何千人も殺すようなことをですね、やんだ。もう馬鹿げてると。ジム・ロジャースは言ってます。Let's sort this out. You may remember that 500 years ago, when there was a big dispute in the Western Hemisphere about whether the Spanish or the Portuguese should own it.、500年前を振り返ってみても、スペイン帝国とポルトガルでですね、南沙諸島周辺の
領有権めぐって喧嘩してたと。NASA 諸島というか世界のですね、覇権をめぐってスペインとポルトガルで喧嘩してたんですね。喧嘩してたんですよ。で、喧嘩しててギリシタンだって言ってポルトガル人が来たわけですね。日本の、長崎のあたりに。で、布教してって、で、信長を支援して、信長に天下を取らせたりしてるポルトガルの宣教師たちが来たわけですね、イエズス会が。で、その一方でスペインの人たちもマカオにいたと。で、スペイン人はポルトガル人と喧嘩してるから、秀吉に吹き込んでですね、ポルトガル人宣教師はお前らの国を乗っ取るぞって言ったから、秀吉がバテレン追放令を出して、さらに家康が、キリシタン禁止令を出したわけですね。そういう歴史があると。で、そんなこと500年前にやってて、今も領土問題で揉めてるっていうのは、スペインとポルトガルの戦争と大して変わりはしないと言ってると。They were about to go to war. They went to Pope and the Pope divided it up. で、スペインとポルトガルも、戦争になってったと。で、結局、誰が仲裁してたかというと、ポープですね。ローマ教皇が仲裁したと。で、ローマ教皇が、領土問題を最終的に仲裁して、領土を確定させたと。I wish we could find somebody who is as well thought of as the Pope in 2016 or 17 who could sort this out. 私は強く望むと。何を望むかと言ったら、ローマ教皇が仲裁してですね、2016年か17年に、領土問題、東アジアの領土問題をやめるように、アメリカと中国とフィリピンとか日本とか仲裁してくれと、韓国とか、そうしてほしいって思ってですね、ここでローマ教皇を持ち出すのが、すごい政治的な意味がありますけども。続きです。 I know the Chinese are not going to give up. I know the American keep trying to throw their weight around. And I don't know what business it is of US, but someone in Washington think it is. 中国が諦めないっていうのは分かってると、南沙諸島絶対自分たちのもんだって言い張るだろうと。で、アメリカがそれに対してずっと、関わっていくのも分かると。で、それが結局アメリカのために何の役に立つかはよく分かんないけども、でもワシントンの連中は知ってるんだろうと言ってんですね。だからアメリカとしては中国とどっかの国で戦争をやらせて自分が仲裁したいと。で、仲裁して漁夫の利を得たいと思ってですね、それによって武器を売るとかですね、仲裁料をせしめるとか、いろいろあるわけですね。そういうことをやりたいと思ってるんですね。それをオフショアバランシングって言うそうなんですけど、それは副島先生が言ってましたけど、副島貴彦さんという評論家の先生、そういうことを考えてると。ジム・ロジャースもアメリカ国務省、国防省はそういうことを考えてることは知ってると。ワシントンの連中はそういうことを考えてると。いうことです。ということでした。だいぶ政治的な話になっちゃいましたけど、あと1回ぐらいで終わりそうですね。ということでした。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。